フレイル予防教室は適正な生活習慣の見直しにより要介護状態に陥る前に予防をしようと地域包括支援センターが3回にわたり開催するもので、第1回目となるこの日は町内の12人が参加しました。講師には理学療法士の鈴木和義さんを招き、体力測定やフレイルについての話が行われました。フレイルとは加齢に伴って筋力や心身の活力が低下した状態のことで、適切な生活習慣の見直しにより再び健常な状態に回復する可逆性があると言われています。教室でははじめにフレイルについてクイズが出題され、参加した皆さんは悩みながらも一生懸命クイズに回答していました。自分の頭で考えて、やることで記憶により残りますので、で食べてるものとか環境とか実は一人一人違いますよっていうところなんです。また鈴木さんは握力が低下しているとフレイルの可能性が高くなること、椅子で5回の立ち座りを行う時間が12秒以上だと筋力が低下している可能性があると説明した上で、参加した皆さんの体力測定を行いました。当院長では要介護につながる心身の衰えを早期に発見しようと、東京大学などと共同で高齢者宅の電力使用データを AI で解析することにより、フレイル状態の判断が可能かの実証実験を行ったり、今年の12月からは住民主体の取り組みによりフレイルを予防するためのフレイルチェック・サポーター養成を始めるなど、フレイル予防に力を入れています。講演の中では簡単に自分の筋肉量をチェックできる指輪化テストも行われ、参加した皆さんはフレイルについての知識を深めていました。今後地域包括支援センターでは予防教室以外にも福祉器具の体験教室などを開催していくそうです。